サルベア整骨院の小泉です。今日は球が速くなる投球フォームについてご紹介したいと思います。投球フォームは大きく分けて2つ、体の動きがありまして、平身運動といいまして、体を横に平行に動かすっていうことと、あとは軸回転、軸運動ですね。体を回転させて投げる、この平身運動と軸回転が合わさって、球を強く投げるってことができます。今日はこの平身運動っていうところについて、フォーカスを当てて紹介したいと思います。まずはすごくよくありがちな、球を速く投げたいっていう選手の投球フォームについて紹介します。今2種類の投球フォームを見てもらったと思うんですけど、一つは手がすごく高く上がる、一つは、地面と平行っていうことなんですけど、手が高く上がってしまうとこっちの肩は必ずこう下がります。そうするとその分こっちを持ってこないとトップの位置が作れなくなってしまうので、この分ロスが起きるんですね。こっちが上に上がるとこのまま勢いでこう下げるので、勢いがついて球が速く投げられる感覚だったりとか、遠くに飛ばせるような感覚ってすごく出ると思うんですけど、これさっき言ったこう平身運動っていうところには相反してまして、物が平行に動いてくれた方が力が強いですよっていうのが平身運動です。体をこう逆さにしてしまうと地面は平らなので平行になってませんね。体がこうなっていることに対して地面がこうなので、平行に動いていませんので、肩をこう左手の、右利きだったら左手ですね、のリードがこう下がってしまう、上がってしまうっていう風になると平行に体が動いていかないので、骨盤も下がりますし肩も下がるしということで、体が早く動かすということができないです。球速アップには必ず体を早く動かすということが必ず大事になります。力っていう、運動学的なところなんですけど、大きな力を動かすには、質量、体の大きさですね、筋肉の量とか、質量をかける速さが力っていう風になりますので、この速さを出さないと力が強く出ることはないです。なので体をゆっくり動かして腕だけ速く振るっていうことはかなり不可能に近いので、体を速く動かすことによって腕が速く振れるっていう風に考えてもらった方がいいので、平身運動が速く動いてくれた方が球は必ず速くなります。そのために平身運動を強く出す必要があるので、体がこう斜めになってしまうということになってしまうと、平身運動を素早く動かすことができなくなってしまうので、左手を高く上げたりとか、下げるっていうことはほぼないと思うんですけど、やっぱり平行に、左手のリードっていうのを出してもらえると、体は素早く横に平行に動いてくれますので、その後の軸回転も素早くなるということになりますから、左手のリードがかなり高くこう上げるのが癖づいてるっていう方も結構多いので、こうすると肩痛くなったり肘が痛くなったりとかっていうリスクもかなり大きくなりますから、もしそういう投球フォームで一生懸命速い球を投げたいなっていうふうにやってる方がもしいたら、左手を少し下げる、平行に下げていくっていうところも意識してもらえるとすごくいいかなと思います。試してみてください。よろしくお願いします。